いやもう嬉しいしかないですね。本当にあの最後の最後まで本当僕自身そのメンバーを決めるのにね苦しませてほしいというか。横内監督が嬉しい悲鳴を上げるほど鹿児島キャンプでポジション争いがさらに熾烈になったジュビロ。新戦力では本職はボランチの大卒ルーキー上村博人がサイドバック起用で球際の強さを発揮し躍動。昨シーズンの J2 アシスト王鈴木優斗の後釜として指揮官も日々の成長に目を細めています。環境に慣れてきた今はもう開幕スタメンというのを狙っていきたいと思いますし、遠慮せずに自分の良さを出してこのチームに貢献していければいいかなと思います。このほかキャンプ最終日の静岡ダービーでは今シーズンの J1 最年長川島英二が主力組の 1,2 本目に先発。健在ぶりを印象づければ去年の J2 ベストイレブン平川玲は2ゴール1アシストと猛アピールに成功。さまざまな組み合わせを試す中個々が結果を残した充実のキャンプを経て2年ぶりの J1 に挑みます。最後やりきりたいっていう思いでいましたし、まあ、体もきつかったですけどチーム内の競争もありますし、まあ、その中で結果っていうのが一番大事だと思うんで、あのそこを出せたのはちょっとホッとしてますね。ゲーム感っていうところでは全く問題ない部分があると思うので、まあ、あとはね本当に自分自身の パフォーマンスをどう、まあ、結果だったりとかねチームのこうパフォーマンスにつなげていけるかだと思うので、そこをまあ残りの時間の中でねまた、やっていきたいなとは思いました。